ケビン・キャメロンは、アメリカ合衆国入りの異衆、ジョリエット出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1998年6月2日、ドラフト42巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されたが、プロ入りせずに、ジョージア工科大学へ進学した。2001年6月5日、今度は、ドラフト13巡目で、ミネソタツインズから指名され、6月9日に契約を、 結んだ。入団後、ルーキー級のエリザベストンツインズに配属され、22試合にリリーフ当番。全試合で完了を記録し、防御率1.571勝1敗13、セーブホイップ0.91という成績を残した。2002年は、マイナーでもメジャーでも当番はなかった。2003年は、A 級のクワットシティーズリバーバンディッツでプレー。 39試合のリリーフ登板で防御率3.921勝5敗にセーブホイップ1.45という成績を残した。2004年は A 級のニューブリテンロックキャッツと A 級のホートマイヤーズミラクルの2階級でプレー。ニューブリテンでは26試合にリリーフ登板し防御率2.331勝3敗3セーブホイップ1.47という成績を記録。そして ポートマイヤーズでは22試合のリリーフ登板で防御率3.132勝3敗1セーブホイップ1.14だった。なお、同年は2チーム系で48試合に登板したが、これはメジャーも含めキャメロンの年間登板試合数としては自己ベストタイである。2005年はニューブリテンのみでプレーして、 43試合の登板で防御率2.726勝2敗6セーブホイップ1.30という成績を残した。2006年はトリプル A 級のロチェスターレッドウィングスに昇格し40試合のリリーフ登板で防御率2.986勝4敗9セーブホイップ1.19という成績を残した。オフシーズンの12月7日 ルール後ドラフトでサンディエゴパドレスへ移籍。ちなみに同年はアリゾナフォールリーグのメサソーラーソックスでも11試合に登板した。2007年は開幕メジャー入りを果たし、4月5日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。シーズン前半は高頭が続き、21試合に投げて失点は1だけだった。最終的には試合にリリーフ登板し、 防御率2.792勝0敗、ホイップ1.57という成績を残した。2008年は、メジャーでは10試合の登板で、防御率3.60ホイップ1.60だった。また、マイナーでは、AAA 級のポートランドビーバーズとルーキー級のアリゾナリーグパドレスでプレー2チーム系で17試合に登板し、 防御率1.741勝0敗1セーブホイップ0.97という成績を残した。また、メジャー及びマイナーでは、自身初となる先発登板も果たした。同年オフ、FA となった。2008年11月24日、オークランドアスレティックスと契約を結んだ。二千九年は、十一試合にリリーフ登板して、 防御率3.44ホイップ1.15という成績を残したが2年連続で未勝利だった。マイナーではサクラメントリバーキャッツで10試合とアリゾナリーグアスレティックスで1試合の計11試合に登板し防御率2.572勝1敗1セーブホイップ1.29という成績を残した。同年10月15日に2度目の FA となり12月22日に サンフランシスコジャイアンツと契約した。ジャイアンツと契約後はメジャーでもマイナーでも試合出場が記録されていない。ありがとうございます。